ん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は、シュミットトリガー回路を RS フリップフロップとして利用する小技を紹介します。シュミットトリガー回路は、入力立ち上がりと立ち下がりで、異なる式位置になる論理回路です。標準ロジックの74シリーズなら、7414がシュミットトリガーインバーターです。データシートのように、入力がハイに移るときとローに移るときで式位置が異なります。これをヒステリシス特性と言います。アルドゥイーノのようなマイコンの入力ピンにもシュミットトリガー回路は組み込まれています。シュミットトリガー回路は、一般には訛った波形やノイズの乗った波形の成形や、スイッチのチャタリングの除去に用いられます。この場合、シュミットトリガー回路は、組み合わせ回路として使われています。組み合わせ回路とは、出力がその時の入力の状態のみで決まる回路です。つまり、何度やノアやインバーターのような回路です。それに対して、その時の入力と、その以前の状態で出力が決まる回路は順序回路と言います。以前の状態に依存するということは、以前の情報を記憶しているということで、フリップフロップのような回路のことです。シュミットトリガー回路は、遷移が終わった後では確かに組み合わせ回路ですが、入力立ち上がり時と立ち下がり時で異なる式位置になるということは、その前に入力された値によって状態が切り替わり、それを保持しているということであり、内部にフリップフロップが隠れている順序回路でもあることがわかります。実際、Google でシュミットトリガーと検索すると、回路に重点を置くサイトでは入力式位置電圧にヒステリシスを持つことを第一に挙げるのに対し、IT 関係のサイトでは、フリップフロップの一種であることを第一に挙げているところがありました。そこでここでは、シュミットトリガー回路に隠れているフリップフロップを利用する方法を考えてみました。はじめに、シュミットトリガー回路の内部の仕組みを見ておきましょう。これは一般的な CMOS LSI 内部のシュミットトリガーインバーターの回路です。74HC14 では不拡動力を上げるためこのような回路になっていると思われます。この回路は回路シミュレーター LT スパイスで組んでみたものです。ただし、MOSFET のサイズは1ミクロンルールを用いており 74HC14 とは違います。ヒステリシス特性が 74HC14 と一致するよう MOSFET のサイズを調整してあります。右下に、比較のため 74HC14 のモデルも載せてあります。この 74HC14 は、振る舞いだけをデータシート通りに合わせたビヘイビアモデルです。入力立ち上がりの式位置は 2.8V。入力立ち下がりの式位置は 1.4V です。一見するとフリップフロップを内蔵するようには見えませんが、この回路が他の組み合わせ回路と違うのは、図の M9、M10 のゲートが出力につながっていることです。それぞれのソースは入力段の直列の MOSFET の間につながっています。また、NMOSFET M10 のドレインは VDD に、PMOSFET M9 のドレインはグランドにつながっています。M9、M10 が出力の状態に応じて入力段に作用することで、式位置を上下させます。動作は次のようになります。まず、入力ローの時、インバーターなので出力はハイです。各MOSFET の状態は図の通りです。ここで重要なのは、NMOSFET M10 がオンなので点 C が VDD 近くに引き上げられていることです。
次に入力が立ち上がると、M10 は出力が変わるまでしっかりオンのまま。NMOSFET M1 は入力電位が上がるにつれて、だんだん強くオンになっていきます。その結果、M10 と M1 が引っ張り合います。M10 のゲート電位は VDD のままですが、M10 は M1 より駆動力を弱く設計されているため、入力電位が上がっていくと、M1 の方が勝って、電 C の電位がだんだん下がっていきます。電 C は NMOSFET M2 のソースなので、M2 は初めのうち、ゲート電位は上がっていくものの、ソースの電 C を下げてもらうまでオンできません。電 C の電位が下がって、やっと M2 がオンします。この間、PMOSFET M9 はオフのままなので影響なし。PMOSFET M3、M4 は通常のインバーターと同様、だんだんオンが弱まっていたので、M2 がオンすると、電 A の電位が立ち下がり、出力も立ち下がります。この時の入力電圧が、立ち上がりの式位置です。要約すると、出力がハイのせいで、M2 のオンが邪魔され、その結果、入力式位置が上がっていました。これは、出力がハイだと、入力がローレベルから上がって中間値になっても、立ち上がりの式位置未満では、出力状態をしっかり保持しているということです。つまり、入力が中間値ならフリップフロップになっています。出力がローになった後は、図のような状態で落ち着きます。その後の入力立ち下がりの動作も、NMOSFET と PMOSFET が対象なので、同様の動作です。以上を踏まえて、シュミットトリガー回路を RS フリップフロップとして使う回路を考えてみました。世の中にすでにあるかどうかわかりませんが、多分あるでしょう。邪道なので、製品などまともな装置には使われていないと思います。個人の工作限定の小技です。図の 74HC14 はすでに述べたシュミットトリガーインバーターです。抵抗 R1、R2 の抵抗分割で、入力電位を電源電圧の中間値 2.5V に保ちます。セットとリセットのスイッチはプッシュスイッチです。押している間だけオンします。出力の状態を LED で示します。出力ハイで赤が点灯、出力ローで青が点灯です。抵抗 R3 はうっかりスイッチを両方押したとき、電源をショートさせないためのものです。動作は簡単で、セットスイッチを押すと、入力がローになり、出力がハイになります。スイッチを離すと、入力は 2.5V に上がりますが、立ち上がりの式位置を超えないので、出力はハイのまま保持されます。リセットスイッチを押すと、入力がハイになり、立ち上がりの式位置を超えたので、出力がローになります。スイッチを離すと、入力は 2.5V に下がりますが、立ち下がりの式位置よりまだ高いので、出力はローのまま保持されます。セットスイッチを押すと、入力がローになり、立ち下がりの式位置より下がったので、出力がハイになります。まとめると、セットスイッチを押すとセット、リセットスイッチを押すとリセット。スイッチを離すと、状態を保持します。以上のように、この回路は RS フリップフロップとして動作します。入力ローでセット、入力ハイでリセットなので、正確には S の上にバーをつけるべきかもしれません。作ってみました。赤がセットスイッチ、黒がリセットスイッチです。74HC14 には6ゲート入っているので、使わないゲートはプルアップしてあります。入力中間値は 2.56V になっています。セット。リセット。セット。リセット。もちろん、セットを何回押してもセットのままです。
リセットも同様。CMOS ゲートの場合、入力を中間値にすると、貫通電流が心配なので測ってみました。74HC14 の電源電流を測ります。LED に向かって電流が流れてしまうので、出力はオープンにします。1.9mA しか流れませんでした。問題ありません。スイッチをフォトダイオードに変えてみます。図のような回路です。部屋が明るいので、手で覆われない方がオンです。リセット。セット。リセット。両方に光が当たると、中間値になるとは限らないので、反応が微妙です。部屋を暗くして、一方にライトを当てます。セット。リセット。セット。リセット。光スイッチとしてちゃんと動きました。しかし、デジタル回路は日だから信頼性があるのであって、中間値を利用するのは邪道です。1/2VDD の 2.5V から式1までどれぐらいのマージンがあるでしょうか。スペックではわかっていますが、実測してみました。シグナルジェネレータでゆっくり三角輪を入力し、入出力電圧をマルチメーターで測って PC で記録します。ログは CSV ファイルでセーブできるので、Excel でまとめました。こうなりました。ヒステリシス特性で書くとこうなります。2.5V に対し、立ち上がりの式位置はプラス 0.45V。立ち下がりの式位置はマイナス 0.66V でした。ケーブルを長く引き回したりしなければ、まあまあ大丈夫ではないでしょうか。同様の測定を、Arduino の入力ピンで行ってみたら、このように狭いマージンしかありませんでした。データシートでも 0.5V の幅しかありませんが、実測はもっと狭い結果でした。ダメ元で、Arduino でも実験してみました。まず、スイッチでのセットリセット。RS フリップフロップになるかどうかのテストです。うまく働きました。光スイッチ。リセットはプッシュスイッチです。一応うまくいきましたが、R6 を足して中間値を微調整する必要がありました。RS フリップフロップでタンパルスの検出。10ナノセック幅のヒゲパルスを検出できるかの実験です。100キロヘルツの区形波でポジパルスをどんどん細くしていきます。ポジパルスを検出すると、シリアルモニタでそう表示します。ディジタルリードを繰り返すような方法では、拾えないヒゲパルスを、RS フリップフロップに取り込んでおいて検出する実験です。
この測定計では、もうだいぶ波形がなまっていますが、10ナノセックのパルスを拾えました。一応、実験ではうまくいきましたが、このヒステリシス特性を見ると、安心して使えそうな気がしません。アルドゥイーノではシュミットトリガー回路を RS フリップフロップとして使うのは無理だと思います。以上、シュミットトリガー回路に隠れているフリップフロップを利用する小技でした。いかがだったでしょうか？